はい、今日はですね、東京港、何ふ頭でしたっけ、これ。豊見水産ふ頭にですね、たまたま来ていたおしょろ丸に、ちょっと見学させてもらいに来ました。僕初めてこのおしょろ丸見に来たんですけど、いや、ほんと、まあ、さすが4年前、5年目ですか。そうですね。に作られただけあって、もう新車感がすごい船ですね。もうめちゃくちゃ綺麗です。中も外もですけど。それで、まあ、綺麗なだけじゃなくて、もうなんかよく考えられてるなっていう印象なんですけど、特になんか、ここすごいなっていう、乗った経験があるものからすると、生活しててどうですか？やっぱり、実験室から外へのアクセスとか。ああ、出やすいとか、ね。出やすいとか、はいはいはい、サンプルの運びやすいとか。ああ、なんかその CTD とかも、スッと出る感じに作られてますよね。いや、なんかそう、いや、僕まだ観測はしてないから、その辺のところまでは分かんないけど、もうちょっと船内ぐるっと一周しただけで、あ、これは人がこう基本動きやすいっていうような船内。だから普通の船内だと、そのこの手の漁船とか特にそうだと思うんですけど、階段が狭くて、床の面積が狭いから、なんかもうとにかく居室内がすごく狭く感じるんですけど、ここはなんかすごい広く感じますね。そうですね。まあ、階段も結構緩やかな。はいはいはい。そうそうそう。緩やかで階段が上がりやすいですよ。膝に優しいっていう。まあ、揺れた時も安全。ああ、そうですね。だから実際安全をちゃんと考えてるから、その快適さっていうことはもうそうなんだと思うんですけど、安全なんでしょうね。いや、なんかその階段であれ、人行き違いますよね。そんな船ちょっと研究船でなかなかないじゃないですか。このクラス、大きさが、いや、だからその、まあ、未来も結構大きい船で、まあ、場所によってはね、ちゃんと行き違える場所もあるけど、その外とか外回りのなんか上がっていくはしご系の階段っていうか、ああいうところはやっぱり何かしら狭くなるじゃないですか。まあ、そういうところをこう徹底して広いっていうのが、すげえびっくりしたんですよ。とにかくなんか床が広いんですよ。その、表、その、外側に出てもそうだし、その船内の中を取っても床広いっていうのが、すごいびっくりしたんですよね。あと風呂がね、超綺麗っていうね。泊まる人にしてみれば結構重要なんじゃないかな。まあ確かにそうですね。まあ、停戦中とはいえ、まあ、お風呂使いますからね。参加者30名ぐらいですか、30名がお風呂使ってトイレ使ってとかやると、まあ、やっぱりそのあんまり設備の良くないところだとそれなりにストレスあるかもしれないけど、ここはないですね。これはすごいよく考えた。でもマックスで90人とか乗れるんですよね。そう、まあそういう中でその停戦中の30人とかだから、今回の場合は非常に、まあ、部屋もゆったり、ゆったり使えるし、これは快適なんじゃないかなっていう、まあ、ホテルとはまた別なシチュエーションではあると思うんですけど、いや、もう本当に不便はないですよね。それとあと何かな、何が印象に残ったの、まあ、印象に残ったのはとにかくその床が広いっていうね、のが僕の第一印象だったんですけど、中野さん的にはそのあとアクセスですよね、観測。そうですね、他に何かあります？結構長いこと乗ってたんですよ。二十何日乗ってました。まあ1ヶ月近く乗るわけですね。普通、長いこと過ごすと、どの辺が普通大変になってくるけど、怖いみたいなのありますか？どうですか？まあ、昔のオショロは全然通信系は全く弱かったですけど。ああ、なるほど、なるほど。まあ、メールもできますしね。なるほど、そうですよね。まあ、だから陸上で、僕ら普通に当たり前に使ってるものをちゃんと船内でも装備してくれてるっていうのは、まあ、ちょっとウェブは厳しいけど、メールやり取りは全然そうです。そう、あと何かと船内に設置されてる画面が綺麗ですよね。あ、そうです。なんかテレビだとか、いろんなところで今の船の状況が分かるっていうのは、そうですよね。そうそう、なんかそのこの船の状況が分かるって結構長いこといると大事ですよね。
なんかあの未来とかだと大体その数字で出てくるのを、うん、まあ、読んで、あ、今大体この位置とか、まあ、海流どっちに流れてるとか、うん、水温どれぐらいだみたいなのを一応頭で考えて、うん、目で追っかけてずっとやってると思うんですけど、そういうなんか状況が結構視覚的に分かるようにすごい工夫されてる感じがします。あの C って例えばウインチが今何メーター出てるか、あ、なるほどなるほど、それが上げなのか、はいはいはい、下げなのかっていうのも分かる。なるほどなるほど、はい、船の中でその同時にいろんなことを作業できるから、うん、やっぱりそのあっちでこれやってる時にこっちちょっと待っててみたいなのがいろいろ作業上起こったりする時にやっぱりそういう把握ができるのはやっぱり非常に便利、お互いスムーズ。そうですね、次の準備がやりやすい、はい、なるほど、そこまですごく考えられてる。あとね、なんかね、あのベッドルームで折りたたみ式の部屋あったでしょ。はいはいはいあれ見たことないなと思って。 あれすごいですよね、うん、あれだからその倉庫にできる、そうそう、折りたたんで倉庫にしちゃうっていうね、そうそうそう、ああいうのもなんか実際我々そうやって使ってた、はいはいはい、うん、だからその、はい、マックスの人数を船で抱えたい時はそのベッド出すけど、そうそうそう、どっちかというと人数は少ないんだけど荷物が多いみたいな時はそのベッド畳んじゃって荷物全部そこに突っ込むみたいな、そのシートアレンジができるっていう、うん、まあ、まさになんかこう今の今風の車っていうねえ、そのファミリーカーの中でもちょっといいやつっていう雰囲気がね、なんかすごいあちこちに凝らされてるなっていう、なんかおもてなし感があるんですよなんかその研究だけゴリゴリやればいいぞっていう感じではなくて、うん、そのかといってそんなにただ快適ですよっていうだけでもないみたいな、うん、なんかそれがすごい印象的でしたね。いや、なんかもういつかちょっとこれに乗って後悔、研究後悔行ってみたいな、ぜひ、まあ、何をしようかなって実際とか長谷さんは何の目的の後悔で、これはあの K2 に、あ、V か、そう、V、あ、V っていうか、はい、軽流系、軽流系か、うん、まあ、軽流系の回収どうですか、設置もできます、設置回収、うん、あ、そうか、5000メーターオーバーの軽流系を上げて設置も、なかなかの作業ですね、うん、そうそうそう、まあ、確かにあの未来ほどスムーズにはいかないところもあるんですけど、まあそれでもでもあのウェンチとあの後半の広さって結構やりやすそうだなっていう、広さは問題なんですね、うん、何がやっぱり大変っていうのは未来より、まあ、あのトロールウェンチしかないんで、ああ、そうか、あれその別に A フレームみたいなのでゴスンって落とすっていうのが、あ、そうそう、まあ A フレームは一話後ろで、あ、そうだね、 A フレームはあるんだよね、だけど何が足りないの、まあウィンチの何ちゅうかな、径があまりにでかいので、はい、結構いろいろ絡まったりみたいな、ああ、そうなんだ、乱巻きみたいな、そっかそっか、それ用のものではないことものを代用するから、うん、それなりにまあ多少苦労はある、うん、まあね、未来は未来でものすごいノウハウが全然違いますから、ね、まあ、全然、まあ、それは当然あって当然かもしれないですけど、なるほど、 V か、 V なら、うん、行っても行けるみたいな、ちょっと、はい、ちょっとなんかオセロもすごい行きたいなっていうのはね、まあ、別に飛んでやろうとそうだよね、飛んでもできますよね、全然できるでしょ、どうなんでしょうね、友であげる、友であげる、どうや、でも上げて、そう、上であげる、なんか引っかかるのがね、不思議だとね、あんまり飛んで向きではないかな、まあもちろんなんかいろいろ、なんとかすればできるから、うん、はい、そうか、そうか、はい、はい、と、うん、いうことで僕の第一印象と、まあ、ね、ちょっと船内でまたちょっと引いてまたお伝えしたいと思います。それでは。